さて、ランチにやってきたのはこちらです。神奈川県座間市に、もう看板出ましたね。神奈川県座間市にある東龍さんです。住宅街の中にひっそりとある、大人気の、町中華なんですね。それでは店内失礼します。さて、店内入るとこんな感じです。地元の方に愛されてるのが分かりますよね。なんだろう、野球部のね、OB 会の写真があったりね、サイン色紙が飾ってあったりするにぎやかな店内です。さて、メニュータイムですね。この東龍さん、チャーハンが人気なんですかね。上からね、チャーハン大盛り、メガ盛りチャーハン、ピリ辛チャーハン、オムチャーハンってね、チャーハンがね、5連続来てるんですよね。さて、裏は炒め物とか一品系ですね。もちろんね、定食にもできますね。私はレバニラ定食をオーダーしました。家族はチャーハンの大盛りをオーダーしました。テーブルを見るとこんな感じ。真ん中にね、お酢に醤油にラー油にからしが置いてあります。そしてカラー写真のメニューがたまらないですよね。もういかにも町中華ですよね。さて、オーダーして10分ぐらい店内眺めていたら、いい香りがしてきましたよ。こちらやってきました。これ私がオーダーしたレバニラ炒めです。ニンニクがね、ポワンと香るんですよね。で、こちらセットスープ、いい香りがします。こちら家族のセットスープに家族のチャーハン大盛りです。大盛りにしたのは私が食べるからですね。それでは、東龍さんのレバニラいただきます。このレバニラですよ、軽くね、あんかけになってるんですね。もやしシャキシャキですよ。そしてね、レバがね、たっぷり入ってるんですよ。このレバですよ、この分厚さ。これ、どんな食感なんでしょう。この厚み1センチ以上ありますね。バインと弾けるような食感ですよ。でね、プルンとしてるんですね。これ、いかにも新鮮なレバだからこそ出るこの食感ですよ。と言ってる間に、餃子が到着しました。この餃子も美味しそうですよね。とりあえずレバニラを食べ進んでいきたいと思います。このレバとニラがね、このなんだろう、あんかけになってて、気持ち甘めのね、炒めダレで、とってもね、食が進むんですよね。で、ニンニクがね、たっぷり入ってる、刻みニンニクがたっぷり入ってるんで、もうね、食が進むんですね。で、ご飯はこの量で普通盛りなんですね。多分大盛り気味ですね。この大盛り気味のご飯の量、ありがたいですよね。そしてセットスープですね。ネギのいい香りがしますね。ラーメンスープで、これね、レバニラにベストマッチですね。いかにも町中華のセットスープの、美味しいテイストのスープです。そしてレバですよ、この分厚さ、これも1センチ以上ありますよ。これもね、多分ブリブリバリバリバインバインな食感なんでしょうか。もうブリッときましたね、この食感。歯を入れた瞬間にこう弾けるようにね、身がね、裂ける感じ。これがね、もう新鮮なレバーの証拠ですね。そしてそのレバーからの、もやしとニラですね。もうレバニラの醍醐味ですね。レバーがむぎゅっとして、もやしとニラがシャキシャキくると、この食感がたまらないし、この気持ち甘めのテイストがご飯が進むんですよね。そうそう、餃子もね、美味しかったんですよ。中のあんがトロトロなんですね。で、薄皮の中にトロトロのあんが入ってて、まるでね、こう肉まんのあんが詰まってるような、とっても美味しい餃子でした。さて、この東龍さんのレバニラ、レバがたっぷり入ってるんですよ。この中にね、レバが隠れてるんですよ。ちょっと出してみましょうか。分厚いね、厚切りのレバが5、6個入ってるんです。こんな入ってますよ。このレバーがね、食感がバインとするんですね。もうたまらないですね。新鮮なレバーの食、この食感、たまらなく美味しいです。さて、気持ち甘めの炒めダレが、食が進むこのレバニラもね、ご飯にかけたくて仕方がないんですね。もうね、締めの丼の体勢に入ってますが、もうね、我慢できないんで、ご飯の上にこのレバニラを、もうね、お皿ごと、炒めダレごと、こんな感じで、丼にしてしまいましたね。これですね、もう締めの丼はもうレバニラ丼です。もうレバーたっぷりですね。ということで、締めの丼はこのレバーたっぷりの、この厚切りレバーたっぷりのレバニラ丼にしてみました。これはたまらないですね。締めの丼にふさわしいボリュームですね。そして家族のチャーハン、これも美味しかったですね。パラパラっとした、とっても美味しいチャーハンでした。さて、このレバーですよ、この厚みですね、もうね、食感がバインってきますからね。このレバーの食感もレバニラ好きにはたまらない食感になってます。そして気持ち甘めの炒めダレがね、染みたこのご飯がめちゃくちゃ美味しいんですよ。もうこの炒めダレだけかけて、ご飯が一杯食べれそうなぐらい、とっても美味しい気持ち甘めの炒めダレ、これでご飯が進むんですね。そこに、シャキシャキなもやしとニラとレバーですからね、これはもうね、締めの丼にふさわしい美味しさです。
そしてレバーがねたっぷり入ってるんで、締めの丼にしてもまだこんなにレバーがたっぷり入ってるんで、もうむぎゅっとしてめちゃくちゃ美味しいです。そしてもうご飯とねもやしとニラとレバーも一食たでガブリがたまらないですね。とっても美味しいです。そして炒めだれが絡んだご飯がねもうめちゃくちゃ美味しいんで、もうガブリやりたいんで、お箸からスプーンに持ち替えてね、こんな感じもうガブッと、もうねもやしもろともレバーもろともガブリがめちゃくちゃ美味しかったです。ということで、神奈川県座間市にある人気の町中華、東龍さんの、ランチ食べ動画でした。レバニラもチャーハンも餃子もとっても美味しかったです。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。